おおははよよううごござざいいまますす、はい、えっとですね最近のコロナで、まあ、明らかになったんですけれども、はい、やっぱりマスコミっていうのはひどいですよね本当にもう煽るだけ煽って無責任なコメントをな流してもう何というのか愛犬 <laughs> するのも嫌になる感じなんですけれどもただあの僕もは無,無関係じゃないというかそういうマスコミの世界にいたことがあります。でまあそののいう自分の中の まあ体験というか、そういうのをもとにしたマスコミ論というのをちょっと何回かに分けてやってみたいと思います。まあ、今回は、マスコミがひどすぎるという話で、まあ、僕、学生時代に実は愛媛というところにいたんですけども、愛媛にはメジャーな新聞が2つあったんです。あの愛媛新聞というのと、日刊新愛媛というのがあって、でまあ、日刊新愛媛の方は、フェリー会社というか、造船会社が、 が持っっっててるまああ新聞ででの牽制批判ばっかりやってたんですよだからもうその県政批判っていうのは結構あの品がないというかあの知事の愛人の家がどこにあってそのために道路を作ったとかいうようなことが一面に載るわけなんですよ。でそのまあ何とも言えないんですけどもただあの安かったあの当時でも普通の新聞よりも安かったし。 あの景品がすごかったんですよ、その造船会社が持ってる映画館のチケットが、毎月毎月もらえるんです、だから僕なんかもう、その時に映画狂いが始まったんですよね、結局、ただで見られるから、だからもう、土日の夜はオールナイトでやってるから、もう全部フーギリス、封切りした愛媛に来たものはも全部見るわけです、でまあ、そういう生活を、まあ、6年間ぐらい送ったんですけれども、まあ、そういうことができたのは、結局、そういう日刊新愛っていう新聞社があって、 まあ結構強引なサービス情報をこうやってきたっていうのがあります。で、僕が大学の四年生の頃ですから、1984年、85年かに、まあ日韓親日派の資材強引事件というのが起きるんです。で、まああの県の窓口を全部閉ざすという非常に乱暴なことを県がやったわけなんですね。で、まあそれに対して反対しようじゃないかということで、まああの市民が集まったときに、その中に僕も いました、まあ、学生は僕と僕の妻ぐらいでしたけどもまあ,あのまあすごいてしまあ、待ったんで、まあ、実際には僕一人な学生は僕一人だったんですけどあの、まあ、珍しいということで「朝日新聞」の記者が取材に来ました取材に来てこれからこの,マスこの取材拒否がその全,全マスコミを対象にして起きてでそれがこの流れがこの愛媛だけではなくて 全日本的規模になっていくんじゃないでしょうかって言うから、いや、そんなことは絶対ないと、もうこれ、知事と坪内との個人的な確執なんで、もう絶対にそういうことはありませんって、っていうまあ、思ってませんってけれどですよとか言って、なんかもう、何を言っても引かないんですね、何を言っても懸念がありますよね、懸念されますよねって、いや、そんなことない絶対ないですって、押し問答になっちゃって、もう、もう実家も,もないし。 まあそうかもしれませんねって言って発揮ううするようにしてととたんですけれども翌日の新聞には僕のコメントとして全てのマスコミに広がることが懸念されるって出てるんですよだからまあ完全な捏造というかあの自分の記者が言いたいことを人に喋らせるだけなんですねだからまあそういうことが結構あると思います今回のコロナ騒ぎでもあのそういうコメントを取りに行って取ってこいって言われてるわけだから取ってこないわけにはいかないんですよもうデスクから言われてたらだからここの記者は もうそこで何,が何を言われようが、もうデスクの求める、まあ、コメントを取ってこないと、社に帰れないんですだからもう食い下がる食い下がって、なんか僕なんか全然、あれはあのー、知事と坪地社長とのか個人的な確執であって、あのー、全マスコミなんていうか全然考えてないってう、何度も何度も言ったのに、結局は記者の思うようなコメントを取らせてしまったと。 だから今回のマスコミでも多分おそらく同じようなことが起きていると思います。まあ、事実なんかどうだっていいんですよとにかくマスコミにとったら煽って部数が取れる、あるいは視聴率が取れればいいっていう、まあそういうことをですね、今日のところはまあこの程度で。はいいありがとうございました